すびのぎもん。なすびのぎもん。どうも、なすびです。この番組では福島で暮らす皆さんの不安や悩みに私なすびがお答えしていきます。今回は仮置き場だった場所はどうなっているの？さあということで、私たちのこの後ろに広いね、これ農地が広がってますけれども、はい、今年の3月まで仮置き場としてお貸ししてました。春に返還されてから一度この今生えてるクリムゾンクローバーっていうのを栽培して、でそれを肥料にしてトウモロコシを、まあ、7月に巻いて9月に収穫して、調べたら地力がないのでもう一度クローバーを巻いて今なってる状態です。でそのトウモロコシ今はどういうふうに使ってらっしゃるの？牛が試験的に8頭今入ってるので、うん、その牛たちに食べさせて、その牛乳の放射性物質の移行検査をしているところですね。トウモロコシの結果は全て ND、 牛乳に関しても2度ほど試験したんですけど全て ND でした。やはり自分のところで取れたもので育てて、親牛になってからもできるだけ購入飼料に頼らないような経営っていうのをしたいなと、そう思って今までまあやってきたので。実際どれぐらいこう時間ってかかりそうな感じですか、目安としてですけど。まあ営農再開は、まあ、牛乳の出荷が、うん、できるようになってからっていうことだと思うので、やはりそれは最低限約2ヶ月ぐらいは試験期間っていうのを今設けてるので、そこでやはり納得できるような結果と、で、まあ、あと安心安全を、まあ、もう担保できるようになったら出荷を再開したいなって思ってるので。桂尾村はやっぱり農業の村なので、やはりその若い世代が引っ張っていけるような経営であったり、みんなのリーダーとしてねやっていけるような姿を見せることによって、まあ、周りの人たちにも少しでも、まあ、エネルギーを与えることができればいいかなというふうに思ってはいます。なるほど、はい、仮置き場だった場所で酪農家の佐久間さんは以前は牧草地だった農地で、今年はクローバーやトウモロコシを植えて営農再開に向けて動き出しました。牛乳の安全性も確認し続けていて、桂尾村の農業を盛り上げたいと頑張っておられます。同世代の私も励みになりました。番組へのご意見ご感想はこちらまでお寄せください。また見てねー。